そう、今日は早い時間にショールームをしてみました。お元気ですか？元気です。リズミカルなスイッチオン、エアコンかな。見るたびに細くなって。嘘、全然細くなってないよ。全然細くなってない。久々？本当？確かにあんまりショールームやらないかも。今日涼しい。てか最近めちゃくちゃ夜涼しい気がするけど、いかがですか皆さんは。愛知は涼しいですね。秋って感じ。秋って感じですね。正直おしめんじゃないけど目に来てしまう。おいひなのもおしめんに入れて、入れてよ。冷房なくてもう寝れた。もういなのはずっと夏の間もね、エアコンはあんまりつけない人なので、なんなら寒いぐらい最近。そう、珍しい時間に一応あれかな、ツイッターにシェアしとこうかな。よいしょ。ね、でももうすぐ夏が終わってしまいますね。もうほぼ終わってるみたいな感じですね。夏休みの宿題終わった？終わってないですね、まだまだ終わらないんですよ。なんでタワー立ててんの？誰？誰だ？マホさん。いや、なんで？なんで？どうすればいい？何した方がいい？マホさん、なんで間違えちゃった？間違えてボタン押しちゃった？生存確認です。バカだ。もういいよ別に。 見えてるよちゃんとピョンピョン飛んでんの、こっから。ありがとうママさん。次のシングルの特化は前より目立てるように頑張るね。目立って、ひなのより目立ってよ。こんばんは初見の方。名前呼んだらあかんの？じゃあそうだから、タワーとかそういうの立ててくれた人しか名前、なんかそれもちょっと嫌なんだけど個人的に。でもまあ一応気をつけてます。今から押してもいいんですか？押してくれるの？いつでも待ってんだけど。いつでも待ってるよ。鉄腕に出るとしたらユニット何したい？グローリーデイズしたい。グローリーデイズを、私グローリーデイズしかしたことない。あ、アメピあるわ。アメピあるけど、そう、なんかそこら辺グローリーデイズを、なんかその最初のシャッフルの時のそのずっとやってたから、グローリーデイズをもう一回やりたいなって思います。今の髪色もね、色落ちまくり、傷んだ髪の毛カラーってなってます。でも染める、でも同じ色だけど、同じ色、なんかなお綺麗にしてくる。ちゃんとご飯めっちゃ食べてる。ご飯しか食べてない。最近何食べたかな。焼肉とか食べたし、思い出せる限り。ウィンブルドンするなら何色がいい？多分私は黄色顔しか似合いません。色ピンクは多分似合わないかな。ちょっと黄色はギリ。あ、でもあの黄色なんかね、うん、まあそこだったら黄色顔かな。
今日は焼肉の日なんだって。みんな食べるタイミングミスった。前髪切ったらさ、めっちゃ短くなっちゃった。ランラララン、ランランラン、ラン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 、ウィンクできる？口角上がるから笑いながらしかできない。ロマンスロケットの時はね、イナナは緑着てた気がする。確か こんばんは初見の方、たくさん来てくれる、やっほー。アメピはね、あれ1回2回かな、わかんないけど、やったことある。昔やったことあります、アメピ。いや、海は行ってもいいと思いますけど、入るのはちょっと危険なので、あの気をつけてください。クラゲがね、いっぱいいるらしいよ、噂によると、巷では。気をつけてください。お腹減ってきたな。B 面見た？そう、今東海ラジオじゃない東海テレビの B 面で、そう、青海の青海に物申すっていうやつが出たので、皆さんぜひ見てみてください。何でもごちそうしてあげます。ごちそうしてほしい、普通にマジでごちそうして。クラゲ専門の水族館なんてあるの？え、片付けたの、お部屋片付けてすっきりして、今に至る。さっき片付けたばっか。じゃあここに忙しいな。ああ、いいね、こうすればいいのか。アミさんはしたどんないいことがあるか、ね、ハッピーな気持ちになれるハッピーな気持ちになれるし、なんかやっぱなんかね、あ、なんかこういう女もいいなって改めて感じるんじゃないかなって思いますけど、なんか文句ありますか？こんばんは。今からなんか最近もう寝ないとやっていけない、なんかまた季節の変わり目だからかな、わっそんな気がする。こんばんは。え、でもね、今の本当になんかスキーでとすごいお姉さん扱いしてくれるんですけど、こっちに戻ると本当子供みたいな扱いされるから、本当に不思議。まだね、まだ慣れない、その状況に。もう4年経つんですけど、まだその状況に慣れないばかりでございますね。いかん、お腹減ってきた、お腹減った、お腹減ってきた。そう、末っ子だからね。だから逆にスキーでそうやってお姉さんみたいな扱いされる方が珍しいのかもしれない、もしかしたら。だけどイナナも21なので、
まあ、結構大人っぽくなったんじゃないかなって我ながら思ってますけど。そうっていうことはアスキーにいるメンバーはもう本当にガキってことですね赤ちゃんってこと、みんな赤ちゃんってこと。だってイナノも本当にガキ扱いされるから、もうスキーはもっと赤ちゃん、みんな赤ちゃんってことですね。うん、そう今ねお母さんがね夜ご飯作ってくれてるから食べるのが楽しみですね。こんばんは。でもあれなのも鉄なに出てみたい気持ちはいっぱいいっぱいあるんだけど、ちょっと思い出すのがちょっとね、ちょっと時間欲しい。そう、なのも料理したいの、料理したいし料理する時間はあるんですけど心の余裕がない、料理する心の余裕がないので、ちょっと料理したい気持ちはでも山々。チームエースで一番の赤ちゃん、みんな赤ちゃんだよ。もう年下面はみんな赤ちゃんだね。しっかりしてんのは中ちゃんと姫たんと年下マリンさんとか、赤ちゃんは逆にねユイさんとかアイカピョン、ルーちゃん、キミちゃん、アナン、あ、ほんと赤ちゃん。お皿洗いマジで嫌いなの、なのね。夏のお皿洗いは全然いいけど、冬のお皿洗いがもう嫌いすぎて、もうダメ。ダメですね。やっほーひなのちゃん、やっほーひなのちゃん今日肉の焼肉の日なの？昨日食べちゃった。うん。北風を受けて南へと急ぐ。あたりどり心に焼き付けた。お弁当作りながら見てる、すごいいいね。ひなのもお弁当作ってみたい。でも紙皿使えば洗わなくて済むけど、紙皿はちょっともったいないじゃん。なんかやっぱりもったいないっていう気持ちもあるから難しいところですね。ハッピーになれると聞いてマジで自分考えちゃうもしかしてよくチョロ男って呼ばれたりしますか？なの嬉しいって大歓迎なんですけど、はい。また髪の毛配信大好きなのだよね。髪の毛配信って何何髪の毛配信って、なんだ間違えてる部屋もしかして。稲野の作るカレー絶対美味しいと思う。稲野のお母さんが作るカレーが本当に美味しいの。なんか本当に美味しくて、そうだからね、カレー稲野が作ってもすっごく美味しいカレーを提供することができると思います。髪の毛フレンズ懐かしい懐かしい髪の毛フレンズ。みんな元気かな、髪の毛フレンズの仲間たち。こんばんは。みんなあれお仕事終わり、今みんなお仕事終わりですか？会いに来たよ、だって待ってたよ。
カレーはね多分甘口、全然辛くない。ひなののお兄ちゃんが本当に辛いのダメなのね。ひなのとお母さんが辛いの好きなんだけど、お兄ちゃんがもう本当にキムチもダメ、明太子とかもダメだし、もうちょっとでも辛いのがもう本当にダメだから、多分カレーは甘口。夏末まで夏休みいいな。みんなのもなんか行きたい、どっかなんか旅行とか長期の休みで。そうこちゃまなの、うちのお兄ちゃん。お兄ちゃんこそ本当にね情けないですね。下が赤ちゃん。はい、仕事終わりですよ。なので会えてよかった。これ炎こんばんは、ありがとうございます。神フレの曲まだ覚えてる。神フレの曲なんかあったかな。ワンツースリーでカウントしたら、それは当たり、君よさらば一人きりから僕ら始まってゆくんだ、振り返りはしないとか、かわいいってこの世の正義、かわいいってあなたが言ってね、見た感想キュート、それだけで私最強になれるんだから、見てがる、また見てがる、真相心理まで知りたがる、独り言なんだっけ、つながっていく、つながっていたはずだった未来、そんな空響く声だけで喜び、喜び、だらだだ分かち合えてたのにみたいなでもマジでいい曲なんだよ、マジでいい曲なの。カミングレーバーの曲マジで聴いてほしい。100万リットル、100万リットルの悔し涙がやがて大きな虹のアーチに変わる日まで、マジでいい曲だよ、聴いてほしい。何スルメ曲ってスルメ曲って何。あとね、置いてけぼり、置いてけぼりってなんだっけ、置いてけぼり、あ、これだよね。待って待って、ヒント借りずに歌うね。ねえ恋人よ、この声が聞こえますか、僕は今も会いたくて仕方ない。噛めば噛むほど味が出る。本当になんか曲がいいからもう歌ってて楽しいし、なんかもうね最強ってこと。なんかもうね、なんかスキーでもっとやりたいの、なんかスキーでもっとやりたい。あとねあれもあった。本当はいつからか誰かのせいにしては自分自身を守って正当化して、懐かしいぐらいかな、うん確か。本当にいいからね、おすすめ。今すぐ kiss me、 wow, go away, I miss you、 大好きでと笑ってね、今すぐ kiss me、 wow, go away, I miss you、
眠るこのメロディーはもっとクリアだったのに、過ぎ去った時間に錆びたか、それとね、じゃないロマンティックね。ウードファンタスティック、戻ったらなってたらてないほど、あ、私のイメージ。頼りは翼だけだ。ひなのが歌うとこはね、果てしない空に自由を見たのは、羽のない私のまどろむデイドリーム。リパッチうまい。君のいない世界、君のいない世界は、ダダ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 ダ、孤独な街は迷路のようだ、憧れてた、ダダ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 、想像していたあの景色とは違う気がする。ああ、いい曲、いい曲だね。君のいない世界。他は題名言って歌うから。恋の根拠、てて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 てなんだっけ、てててなんだっけ、あーなんだっけ、私のこと、しかし覚えてない。待ってね、なんだっけ、いかん、何も出てこない。ちょっと、恋はいつも何が根拠なんだろう、どこを出てるのか。待って、マジでやばい、マジで恋の根拠何も出てこん。あ、滑り台から滑ってみよう、両手を万歳しながら、合ってる？ダダ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 、カッコつけても意味がない、行くよ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 、下で私を受け止めて、は？あ、いいや、髪触れあるやん、髪髪触れ触れ、ジミジミマジマジ、カモナカモナComing forever, oh yeah, lovey lovey, keep you going, happy happy, flip flip, coming. わあ！待って、いかん、もうめっちゃ作ってるかもしれん。マジで作ってる。待って、ひなのの、はい、ひなののなんか特徴を言うと、覚えるのは早いのよ。覚えるのは早いんですけど、忘れるのも早いっていう。はい、カブトムシ、少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私は、そう、一夜漬けタイプ、入って抜けるっていう、上手にできてるんですね、脳みそが。神々の領域、神々に導かれるように、神々に導かれるように、何でしか、もうその後滑り台出てくる、両手を万歳しながらになっちゃう。いかんて、ガビガビに導かれるように、両手を万歳しながらになっちゃう。ダメです、ガンマスキップスキップストップ、うん、スキップ。他うざ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 、勝手にうざうざうざ、
エキサイティング、うざんうざんうざん、自分だけプロローグ、うざん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 うざは簡単だね。うざしか言わないからよく覚えてる。私結構いけるのか。キュキでライブしてみたいね。してみたい。12秒。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだ、僕はまた夢の中に、君を受け止めるだけだ。点滅フェロモン、点滅しているエロスとモラル、もっといいことしましょう。点滅しているデビルかエンジェル、何をためらっているの。点滅している愛のハザード、恋ブラダダ、愛のハザード、タタタタタタじゃない、フェロモン点滅。転がる石になれ、まだしか覚えてない。チエタダダ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 ダ、転がる石になれ、ダダ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 ダ、自分に負けるなだっけ。ちょっとごめんなさい。うわ、誰かのせいにはしないね。一回だけやったことあるんだよ、本当に。研究生の頃、研究生の頃にやった。誰かのせいにはしない、あらだ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 よね。やばいね、マジで忘れてる、ほぼ忘れてる。猫の尻尾を見てごらん、ピンと立ってるからご機嫌、たたってなふうに、あらたたたらた、さあ踊ろうよみたいなすごっ、にわかにも幅があるよね、マジで。 SKE のメンバーとか言えない。走れペンギン、走れペンギン、そうここにいてもダメじゃないか、好きなんだろう、走れペンギン、動かなくちゃ始まらない、前に出ろよ走れペンギン。はい、こんな感じですけど、恋を手にするのは一等賞だけ、センターを目指すんだ。ソロ声で何歌ったか覚えてるよ。夏よ急げと、うざと、虫のバラードと、水のないプールだった。みんな優しい、覚えてるのが多いからしょうがない。ほぼ覚えてるから大丈夫よなんでそんな優しいのみんな、本当に。みんな結婚しような、絶対将来。優しい。虫のバラード。俺は一人で激しい雨の中、ずぶ濡れ打たれてたかった。こんな時代に何を信じて生きていったらいいのだろう、問いかけても答えは出ない。死んでくことをだけ恐れてはいない、どんなにきつい道のりも、ちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに
ただ一匹の虫になる。愛しているとか愛していたとか、会ってみたとこで何も変わらない。別れたくないとか別れたいのとか、そんなことなんかどうでもいいわ。とりあえず今ドアはそこにある。もうね、1番と2番のね違い、なんかどっちやっけみたいな感じがありますね。水のないプール、なんだっけ。あなたたらだらだたたたたかたたらだ。人はみんな不器用で泳ぎ方を忘れる。喜びや悲しみに足がつかずに溺れそうで。まもなく会議ですか。立ってる限り会議には出ません。絶対に出ないでください。こんな感じですかね。結構なんか覚えてるようで覚えてないようで覚えてるって感じですかね。でももうほとんど覚えてない。全部フルで歌えない。100これはまあ自信ある。歌えない。僕たちの意識僕たちの意識はだっけ。一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく。さりげなく寄り添い混ざり合ってくように。愛が二人だけの特別な色さ。ある日突然見えてくるんだ君と僕の同系色。意識しなくたって I love you かな。ちょっとね、踊らないと出てこないのもある。恋するつもり。恋指と恋指を絡ませてみたい。最近めっちゃ気になってますって方が現れました。皆さんスクショタイムですありがとう、嬉しい。恋するつぼみがあなたにキスされ、しびれとめまいを。ここ何言ってんのか分かんないんだよね。タラタタタみたい。でもひなのは2サビの方が好き。小指と小指を少し噛んでみる。こんばんは、初見の方。いい曲が多いですね。本当に全くでございますね。よろしくお願いいたします。こちらこそ握手どうなんかあったかな。恋せよ乙女テクスプロモーションジョン。自分の曲しかわかんない。地球回す、なんだっけ、何の曲だっけ。これだよね。僕らは裸足でダラダダダダ夢を見てはなった空が広がる。答えはどこにも見つからない。終わった日々ダラダダラダダダダダダ全然出てこん。Fly to, fly me to the universe.
サーフの感想のひなののダンス、ああ嬉しい、見てくれたの、これでしょ、なんだっけ、 We don't know、 まだわからない、僕らの進む道、毎日が流されて、今日もまたガレントへ、ガレンテン、ガレテレタラン、タンタラン、タラタラタラン、タンタラン、タラタラタラン、タンタラン、いいよね、サーフ大好き。ヒメタンとトレンドでモノさんがエスに来んのそれはそれで楽しみだ、めちゃくちゃ。みんな新公演まだ入れてない方が多いですけど、ぜひぜひいつでも来てくださいね、お待ちしてますよ。ひなのが可愛いせいで公演当たらん、わあそれは盛大な悩みだな、確かに確かに、ごめん、エンドロール懐かしい、 Miss you、 青ざめた月が窓から降り関心色であなたを染める、タタラララララタタタタラ、お腹減ってきたな。今何分やりました？私。そう、立ち見席もすごいおすすめなの。なんかそれこそ座って見るのも、なんか前の方で見るのもすごく一人一人の表情だったりとか見れるのもすごいおすすめなんですけど、あの立ち見で見ると全体が見えるから、なんかあれなのよ。全体を見てほしい、全体を、なんかもう全体見ての公演みたいなところはあるので、定点で見るのもおすすめだし、だからね、おすすめポイントいっぱいありますね。僕らはね、みんなにねおすすめしたいのあるよ、一個、ヤクルト1000、あ、行ったことあるっけこれ、ヤクルト1000マジでおすすめ。最近いいのが、何をおすすめしますかって言われたら、マジヤクルト1000、ヤクルト1000おすすめすぎる。なんかね、腸の快活っていうの、もう活発になるし、胃腸も、あとね、寝るのも、睡眠もね、本当に爆睡できる。うん。おすすめ。こんばんは。そう、売り切れてるもんね、確かに。なかなかゲットできない方も多いと思いますけど、本当におすすめなので、ぜひ。こんばんは。マジでスキングッズにした方がいい、ヤクルト戦、本当にそれぐらいおすすめ。僕らは裸足で生まれてきた、上を見てもこんばんは、こんばんは。そんな感じで今日は青海のイントロクイズをしてみましたが歌詞覚えてるかなクイズをねしましたけど、まあ結構な高評価というか高いね点数を取ることができて、まあ、良かったんじゃないかなと思いますので、またぜひ皆さんもやってみてください。例えば虫のバラードって言って、死んでいくことはって最近に歌えた人が勝ちっていうゲームなので、はい、ぜひやってみてください。
お願いします、お願いします、お願いします。なのはご飯食べに行ってこようかな。配信最後まで見たかったけど、日の見れたの。これからも習い事が頑張って応援してるね、頑張って。お腹減った、ちょっとダメ、やばい、我慢できない我慢できないからランキング読みます。ほんと13位から、あー飛んでっちゃった。13位、お新しいよ、どこだ、ピン、ありがとう。13位の初期アバター女の子、ありがとうございます。こんな感じで気ままに本当にゆるいショールームをねやっているので、また遊びに来てくれたら嬉しいです。ありがとう、ありがとうね。そしてお、なんか順位変わってるんだけど、じゃあ次もう一回読むね。ちょっと待って、あのスーツ姿の男の人、ありがとうございます。そう、それでそうですね、まあ最近はもうね無事にフェスとかのメドレーは終わったようです。 K48 はたくさん SKE のみんなと夏をの思い出を作れたんじゃないかなと思いますので、また次はいろいろまたライブとか公演とかもあったりするので、青みひなのを見に来てください。ありがとう。そして次は12、じゃん、かゆ、鼻がかゆ、髪フレ、そうカミングフレーバーでもね、ちょっと今年は全然活動ができていないんですけど、でもまあまたね、あのまあカミングフレーバーは一生不滅なので、またカミングフレーバーで何かできる機会があったら遊びに来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます、ありがとう。そしてそして11位、お、ペンギンの青みんなの、ありがとうございます。もうすぐね外資でコンサートがあったりとか、本当に何年ぶり ?2 年ぶりとかかな、それぐらいで大きな、ね、会場でライブができるのはすごい SKE48 だけですごい嬉しく思いますので、またまた皆さん遊びに来てくれたら嬉しいです。お待ちしてます、ありがとう。そしてそして10位は、うん、ひなぴよ公式非公式アバターサマーバージョン、ありがとうございます。いや私今本当にお腹が減っててもう本当に今にもなんかすごいなんかラッパが吹けそうなぐらいお腹が鳴りそうなんですね。そうだから皆さんも我慢せずに美味しいものをたくさんたくさん食べて幸せな毎日を過ごしましょう一緒にちなみにのの今日の夜ご飯は唐揚げです。ありがとう、また遊びに来てね。そして次はじゃん9位、首の時はぜひ雇ってくださいかな、嫌ですそうですね、まあ雇ってもいいんですけど月1万で雇ってあげるので時給は発生しないんですけど、主な職業内容はまあ青みひなのの付き添いとお掃除、あと買い物をしてもらったりとか、まあ移動とか、まあ、全部含めて、まあ、まあ3万かな、月3万ぐらいでお願いしようと思ってるので、逆にお金くださいみたいなとこありますけど、はい、よろしくお願いしますありがとう、ありがとうね。次は8位、みかん、あれれちょっと待って、みかん剥くことに、なんだなんだその続きがちょっとわからないんですけど、そう31日にみかんの剥き方公演っていうのが
あるので、そう、どう、私も本当に内容知らないんですよ。内容も知らないし、そうだから新しい、ちょっとなんか新しい経験、経験っていうのは新しいプロジェクト的な、なんかすごい挑戦だと思うので、ぜひ皆さん、まあ、どんな感じになるか分かんないんですけど、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいですし、配信があるのかもちょっと分かんないぐらいなので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。お願いします。ありがとう。そして7位は7位6 7、おお、ミヒナのアバターの男の子、ありがとうございます。そうですね、そう、14周年も今回外資でやるんですけど、まあね、先輩たちが卒業された次の日のコンサートなので、なんかまた新体制の SK48 が見せれるのかな、ちょっと私もどんな感じなのかちょっと全然わからないんで、まだ何とも言えないんですけど、まあ、見せれたらいいなみたいな気持ちではいるので、私は個人的にそう、だからぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。と、ね、9月25日なので、皆さん9月25日はぜひ外資ホールに集合してください。お願いします。ありがとう。そしてそして6位、明日からも頑張れる一言をください。そうですね、もう毎日みんな頑張ってて偉い、本当に偉い、頑張ってるみんなにエールを送りたいと思います。せーの、頑張れ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 、イエーイやばい、お腹が空きすぎてる、これはお腹が空きすぎてるわ、ごめん。でも本当に頑張ったらひなのに会えるから、毎日頑張ってね、ありがとう次5位は、お、なんかブラックジャック的なアバター、ありがとうございます。あとはなんか話、あと5日にちょっと出てる、多分あれ公演に出るかもしれないので、まだ出てるか分かんないんですけど、出るかもしれないし出ないかもしれないし、何があるか分からないんですけど、5日にあのチーム S の公演があるので、ぜひ遊びに行ってくれたら嬉しいですし、ももたんの生誕祭なので、あのももたんの生誕祭を皆さん一緒にお祝いしましょう。そしてももたんの生誕祝いながらチーム S のも見て、青みひなのも見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。同期の生誕祭楽しみだね、みんなありがとう。そして4位は、うん、あ、かわいいパンダちゃん、ありがとう。あとはなんか話すことあったかな、うん、次のシングルがまああと1ヶ月ぐらいですかね、まあそれぐらいになるかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずね、まず選抜に復帰できたということが私の本当にアイドルとしてのすごいなんか自分的に目標を果たせたんじゃないかなと思いますので、本当にそれは嬉しく思いますし、皆さんにもたくさん感謝と恩返しをお返ししたいと思っておりますので、また次のシングルで会いに来てくれたら嬉しいです。しかもトーク会が確かひなのの誕生日の次の日にあったりとかなかったりとかしたりとかしなかったりとかなのでぜひチェックしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう、会いに来てね。次3位は、うん、ピュアロボ、ありがとうございます。そうだからね、またねたくさん皆さんの前で音楽番組だったりとかライブとかでたくさんまたお会いできる機会が増えたらいいなって思っておりますので、ぜひその時はまたご足労だと思うんですけどご足労だと思うんですけど、でもひなののパフォーマンスを見に来てくれたら嬉しいなって思いますので、ぜひ見に来てください。お待ちしております。ありがとう。そして2位は、お、なんか書いてあるぞ。推しメン不足で干からびそうですっていう方がいますけど、多分私のことなんですよね、推しメンっていうのが。
確かに私に全然会えてなくてすごい寂しい思いをしている方は本当にたくさんいると思うんですけどでもまたね、あのライブだったりとかトーク会だったりとかで会える機会をどんどん増やしていきたいと思ってますし、それこそね、そう、はい、ゼップツアーとかだったら福岡行ったりとか、またねそうやっていろんなところで私たちも会いに行けるように頑張りますので、会いに来てくれたら青見喜ぶので、あの2人ともあの、ね、お互いになんか干からびないようにあのちゃんと会いましょうお待ちします。ありがとう。最後に、はい、最後皆さん拍手でお出迎えください。今回くまさんを立ててくれた紫ガエルちゃんです。ありがとうございます。あ、本当になんか私のショールームは本当に意味もなく急になんかすごいものがバーンってくるんですけど本当に私は皆さんとお話をしに来てるだけなのでね、全然皆さん、はい、本当にでも本当に感謝ですね。皆さん感謝し、みんなでありがとうって言うよ。じゃあみんなでありがとうって言うよ、ね、せーの、ありがとう紫ガエルさんいった、ちゃんとみんなちゃんと言った、そうどんどん言って、そうそう、ありがとうありがとういい子、みんなはそのありがとうありがとう紫ガエルくん、そういいことありがとうね、そうこれだけみんなの感謝を受け取ってください。これが私からのお返しですありがとう、またショールーム遊びに来てねみんな、そう、そしてね見に来てくださった2120人の方本当にありがとうございます。今回はちょっと早い時間に配信してね、お仕事終わりとかでちょっと皆さん忙しかったかなと思うんですけど、でも帰って遊びに来てくれて嬉しいです。ひなのの暇つぶしに付き合ってくれてありがとう。またゆっくり喋りましょう。じゃあね、またね、そう、唐揚げ食べてくるわ肩もなんか硬い、めっちゃ硬くなっちゃった携帯。バイバーイ、またね、また喋ろうね。じゃあねー。